キング、はい、今日やる料理は、はい、またまたちくわ買ってみましたってことで、もうちくわは裏切らないですからね、こいつを使って今日も面白いやつちょっと考えてきたんで、じゃあ早速やってきてと思います。調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。まあね、これね、ちょっと使いかけのやつがこの舞茸残ってたんで、これちょっと使いますね、適量って感じね。で、あとニラもね、ちょっと余ってたんで、まあ、これぐらい使います。はい、それからこれね、ちょっとひき肉 200g ぐらいで足りかな、これだったら。で、これ玉ねぎが4分、まあこの半分ぐらいか、使いますね。はい、じゃあこれでやっていきたいと思います。よ、じゃあ早速やっていきたいと思います。よ、じゃあ早速やっていきますか。でね、今日はこのね、この何作ろうかなっていうと、この感じでね、まあちくわ餃子的なやつをちょっと作ってみようかなと思ってます。なんでね、こういうふうにこの100円ショップでこう買ってきた、こういうこのビニールなんかこう使って、まあまずひき肉だよね、やっぱ 200g ぐらいで十分だと思うんでね、ちょっと 50g 残して、でこれ入れたら、でまああとはね、やっぱ餃子的な感じなんで、ニラちょっと洗ってみます。よし、でこれをこう細かく切ります。はい、そしたらまあ切ったやつをね、どんどんこの袋に入れていっちゃう。よいしょ。で、舞茸ちゃんもまあなかったらなかったでもいいんだけど、結構ね、舞茸とか入れると香りとね、味がねちょっといいんで、まあ入れた方がいいよね。でこれをね、こうやってこう、ちょっとこれもみじん切りにしますね。よし、はい、こんな感じで、まだ舞茸もみじん切りにしました。はい、そしたらこれも入れちゃうね。はい、はい、さあ、そしたらあと玉ねぎだね。で、そしたらこれね、ここまあつけといたままの方がみじん切りやりやすいから、こんな感じでね、でこう半分使うから、ここで取っちゃっていい。でこれは他の料理に使う。そしたらね、ここにこう2つぐらいこう入れて、でこれでもうみじん切りになるから、最後ね、こうほら切りづらくなっちゃうから、みじん切りやるときはこのいつもね、僕これつけとくんですよ。そうすると最後の最後までこう結構きれいに取れるんでね。そしたらこれをざっくりシャッシャッシャッとこう入れてね、はい、こんな感じで簡単にみじん切りできましたと。はい、全部入れちゃいます。はい、右手。はい、そしたらここにまあね、味入れていきますね。はい、まずね、塩コショウなんだけど、これまあ適量って感じなんだよね。この塩をね、なんかこう大さじ1杯とか小さじ1杯とかってやると、ちょっとした分量で味変わってくるんで、ここはね、塩コショウはちょっと皆さんの味加減でやってください。ここはもう適量ってことにさせてもらいます。塩コショウに関してはこう、それにお酒ですね、お酒大さじ1杯。そしたらそこに、はい、お醤油、お醤油ね、小さじ半分ぐらい、はい、入りました。そしたらね、ここにオイスターソースだね、オイスターソースね、ちょっとね、小さじ1杯分ぐらい、ね、これで入ります。これでちょっとしたコクとね、甘みが入るんで。はい、そしたらね、ここにね、お砂糖ね、お砂糖は小さじ1杯で、はい、そしたらね、これでもうタレの味付けが全部入ったんで、これをしっかりこのビニールのまんま揉み込みます。よし、こんな感じでしっかりね、中見せようか、こういう感じでしっかり粘りが出るくらいまで揉みました。はい、これでね、種の方は準備 OK ですよ。はい、そしたら、はい、ちくわの方なんだけど、ちくわはね、まあイメージしてるのは棒餃子みたいな感じで考えてるんだけど、これをね、この全部切らないでこうやってこう切り身入れちゃいます。こうやってで、こういう状態ね、こういう状態にこう、この上の方にこうして、こうやってこう切り身入れて、こうやってこう開く状態、こういう状態を作ります。はい、こういう状態に切りましたと。でね、こういう風にすることによって、多少具材が大きくてもホールドしてくれるね、ちっちゃくてもこう巻き込んでくれる、なんでこの切り方がいいと思います。はい、そうしましたら、先ほどのね、種、これはビニール袋に入ってるわけなんだけど、このビニール袋の一番このね、端のここの部分だけちょっとだけこうハサミでカットして、そうするとまあこうやってこう絞り出し袋みたいな形になるんで、これでちくわにこうやってこう、でこうやって種を入れていきます。はい、こんな感じで、はい、全部ね、綺麗にこんな感じで包み終わりました。でね、多少ちょっと余ったね、
これはね、なんか味噌汁の具にこう肉団子みたいにして使ってもいいですし、いろいろ使えるんで取っといてくださいね。なんでこれぐらい余ったってことは、大体そのなんか今日のやつ 200g でやったんだけど、 150g ぐらいでちょうどこれ6本ぐらい作れる計算ですね。よし、はい、こんな感じでね、綺麗に包み終わったんで、じゃあ早速焼いてみたいと思います。よっしゃね、早速焼いていきたいと思います。はい、まずそちらね、油大さじ1杯分ぐらいこう入れて、でこの油ちょっとなじませますね。はい、そしたら今用意したこのちくわ餃子をこうなね、肉の方を下にして、でちくわ自体もこの焼いてある商品なんで香ばしさ持ってますけど、肉の表面を焼くことによってさらに香ばしくなりますし、めちゃくちゃいい感じになると思います。はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらこれを蓋して、ちょっとじっくりね、肉の方に火を通していきたいと思います。焼いてる間にちょっとねタレね作っておきます。でこれは本当に餃子みたいな感じで、お好きな感じで簡単に、今日は酢醤油1対1ぐらいに、でラー油ですね。これはもう餃子を食べる感覚なんで、皆さんお好きな感じでタレ作ってくださいね。はい、こんな感じでタレも用意しておいて、あとは焼き上がりを待つだけです。ちょうどね、3分ぐらいちょっとね、中火でやったよ。そしたらね、どんな感じかな？おー、いいね。ちょっとね、肉厚だから、もうちょい蒸し蒸すか。こんな感じでね、様子見ながらパリッとするまで、こんな状態で焼いていきますね。はい、こっちも、裏面も今3分焼きましたよ。だからね、裏表3分3分今焼いた状態ですね。でちょっと触ってみて、蒸したんで少ししっとりしてるんで、少しね、これもう一回ひっくり返して、ああ、いい状態だね。よし。これでこの蓋しないでしばらくこの、ちょっとこう焦げ目をしっかりつけていこう。でね、まあね、この最後の方は少しね、余計な水分が出てるから、少しねパリッとさせるためにこうやって余計な水分を取りながらね、はい、じゃあね、蓋取って2分ぐらいこうね、余計な油を吸い取って2分ぐらい焼きました。じゃあどんな感じかな。ああ、いい感じ、いい感じ、ほら、ああ、いい感じだね。弾力もしっかりあるんで、もう完全に火通ってますね。はい、ここまでこうしっかり焼き色がつけたら、はい、もう完成です。よいしょ。はい、そしたらね、このね、できたてのちくわ餃子ですね。ちくわ棒餃子だよね。はい、こんな感じでね、綺麗に盛り付けたら、まあ餃子のねタレで食べるっていうのもあるんだけど、やっぱりね、このちくわだし多分なんだけど、いつも通りなんだけど、こうマヨ一味なんかも合うと思うし、これはねお好みでいろいろとこう試しながら食べてみようと思う。で、マヨ一味添えて、あとはね、この梅肉なんかもすごく合うと思う。なんで、梅肉なんかもこうやってこう、つけて。はい、じゃあ完成しました。今日のね、簡単料理。研磨寿司家超簡単、ちくわの棒餃子の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。なんか可愛いよね。なんか可愛い。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通り超ハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。おいしい。もう毎日楽しい。ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。これはめちゃめちゃ美味しい。最高に美味しいね、これ。まずは何にもつけなくてもめちゃめちゃ美味しい。しかもこの形つかみやすいし、あとこれタレとかにもつけやすい、この形状がまたいいですよね。じゃあちょっとね、タレ、餃子のタレで食べてみようか。うん、合うね。これほんと普通の餃子の皮で食べるより全然美味しいかも。で、この味ね、やっぱりちょっといつも通りなんだけど、このマヨ一味、これでちょっと食べてみよう。あー、美味しい。いやー、楽しめるなこれ。またもう一個僕が考えて、この梅ペースト、これも合うと思うんだよね。ちょっと、うん、いい。どのパターンで食べても美味しい。いや、これは
いいの作ったぞ。今日のこれ大満足だな俺。うん、ということで今日のこの簡単料理ね、ちくわを餃子の皮に見立てて、はい、ちくわの、はい、棒餃子、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。